皆さん、こんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると、無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中、無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで、無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は、岐阜県岐阜市北島のインドカレー、鶴市北島店にお邪魔します。モーニングは、平日午前8時から、土日祝日は午前7時から営業しています。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半、朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが、今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな？次の信号交差点を左折して、すぐ1本目を右折しないとダメなんですが、この交差点を直進してから、左折して丸源ラーメンの駐車場を通らせてもらいます。左方向です。左折して丸源ラーメンの駐車場を通らせてもらいます。左の建物がインドカレー鶴市北島店です。橋の東側が一回転のループとなっている長良川の大縄場大橋を渡ってきましたが、まだ雪が所々に残っていますよね。無事にインドカレー鶴市北島店に到着しました。これから主だったところだけを上から順番に読んでいきますので、よろしくお願いします。選べるドリンク、ラッシー、マンゴーラッシー、コーラ、ウーロン茶、オレンジ、コーヒー、チャイ。午前7時から午前11時はドリンク付き、午前11時から22時はドリンクなし、一日中モーニングと書いてあります。お店の席はボックスみたいになっていて、綺麗な感じのいいお店です。モーニングは全部で5種類です。開店から午前11時まではドリンクがつきますが、午前11時から22時まではドリンクはつかないみたいです。ドリンクがつかなくても一日中モーニングは嬉しいサービスですね。これからモーニングメニューを左上から順番に見ていきます。よろしくお願いします。まず最初にトーストモーニング380円と書いてあるモーニングですが、左のトーストか右のナンのどちらか選べます。こちらのモーニングはドリンクのおかわりができない、一杯だけです。次は右隣のバターナンモーニング450円です。バターナンモーニングにはサラダ、いり卵、カレー、フライドポテト、ナンの5品がついています。次はチーズナンモーニング580円です。チーズナンモーニングにはサラダ、いり卵、カレー、フライドポテト、チーズナンの5品がついています。先ほどのバターナンがチーズナンに変わっただけみたいです。次はチョコナンモーニング580円です。チョコナンモーニングにはサラダ、いり卵、カレー、フライドポテト、チョコナンの5品がついています。先ほどのチーズナンがチョコナンに変わっただけみたいです。次はチーズハニーナンモーニング680円です。チーズハニーナンモーニングにはサラダ、いり卵、カレー、フライドポテト、チーズハニーナンの5品がついています。先ほどのチョコナンがチーズハニーナンに変わっただけみたいです。バターナンモーニングからチーズハニーナンモーニングまでの4種類のモーニングを見てきましたが、どのモーニングもナンが違うだけであとは同じみたいですよね。メニューの右下に書いてありますが、ナンをライスに変更できるみたいです。またその下にはドリンクバーは午前11時までですと書いてあります。
つるしとはシソ科の多年草です。茎や葉は柔らかい毛に覆われていて、葉っぱはミントのようないい匂いがするので、お茶に入れたり熱や喉の薬にしますと書いてあります。ドリンクバーコーナーにはチャイ、コーヒー、ラッシー、マンゴー、オレンジ、グレープフルーツ、ウーロン茶などがあるみたいです。こちらのモーニングセットはドリンク代込みで450円のバターナンモーニングです。ドリンクはホットコーヒーをお願いしました。こちらのモーニングセットはドリンク代込みの380円でトーストモーニングのナンをお願いしました。ドリンクはスープをお願いしました。このモーニングセットはゆで卵好きなのですが、ゆで卵が間に合わなくて遅れています。本当だったらフォークとスプーンが置いてあるところにゆで卵がどっしりと鎮座してるはずでした。ドリンク代込みの380円でサラダ、バナナ、ゆで卵が遅れてるので、ゆで卵は今ないのですが、ここにゆで卵、フライドポテト、ナンが4切れの全部で5品がついています。私はお値打ちモーニングだと思います。ホットコーヒーですが、コーヒーのおかわりはスープを飲みましたが、スープは大変美味しいスープでした。こちらのモーニングセットはドリンク代込みの450円のバターナンモーニングです。バターナンモーニングにはナンが4切れ、フライドポテト、スパゲッティ、サラダ、いり卵、カレーの6品がついています。私はこのバターナンモーニングもお値打ちモーニングだと思います。これからどんなモーニングセットなのか皆さんと一緒に詳しく見ていきます。よろしくお願いします。焼きたてのナンはふっくらとしていて、パリパリ食感やもっちりとした食感が美味しいです。ナンの発祥はインドかと思われるかもしれませんが、インド料理にはナンはつきものですが、このナンの起源は実はペルシャ料理と言われています。イラン地域からムガル朝時代、16から18世紀に伝わった食べ物で、中近東地域がルーツになるようです。しかしながら世界に広めたのはインド、ネパールみたいです。次はフライドポテトです。フライドポテトの起源ですが、ベルギーとフランスがその起源が自分の国にあると主張していますが、定説だと1680年にベルギーのマース地方で作られたのが始まりとされています。ベルギーでは国を挙げて自国のフライドポテトをユネスコ世界文化遺産登録に申請するほど、ベルギーの日常生活に根付いている食べ物みたいです。次はスパゲッティです。冒険家マルコポーロが中国から麺を持ち帰ったのがスパゲッティの始まりとか、いやいやイタリアにはそれ以前からマカロニがあったとか、イタリアでのパスタの起源に関する説はいろいろありますが、現代のようにソースと絡めて食べるパスタ料理がイタリアに普及し始めたのは17世紀のトマトとの出会いがきっかけみたいです。そして17世紀半ばを過ぎる頃からパスタ料理はイタリアから世界に広がっていきました。日本にパスタが伝わったのは明治28年、1895年新橋のレストランのコックさんがイタリアから持ち帰ったのが最初と言われています。やがて海外旅行に出かける人が増えたり、イタリアンレストランのブームなどで日本人のパスタの好みも変わり、1986年、昭和61年頃からドゥラムセモリナ 100% の国産パスタが家庭でも使われるようになりました。そして今やパスタは私たち日本人の家庭料理としても楽しまれ愛される食材になりました。次はサラダです。このサラダのドレッシングは甘くて美味しいドレッシングです。シャキシャキとした歯触りが美味しいレタスは約 95% が水分です。それほど栄養価は高くありませんが、ビタミン C やビタミン E、カリウム、
カルシウム、食物繊維などがバランスよく含まれています。レタス栽培の起源は約2500年前の古代エジプトだと言われています。日本には中国を経由して使者として伝わり、奈良時代から食べていました。当時のものは今のレタスとは異なり、下の方の葉から掻き取って使う掻き使者でした。第二次世界大戦後にようやく現在のような玉レタスがアメリカから導入され、食生活の洋風化とともに消費が急速に拡大しました。次は炒り卵です。炒り卵とスクランブルエッグの違いですが、炒り卵はしっかり水分を飛ばしてポロポロ状態に、スクランブルエッグは水分を残してふんわり柔らかくという点です。炒り卵はポロポロ食感が楽しめます。次はカレーです。このカレーはバターキーマカレーみたいです。キーマカレーとはひき肉を使って作られるカレーのことです。キーマカレーのキーマという言葉にはひき肉という意味があります。カレー発祥のインドで使われてるみたいです。ヒンディー語やウルドゥー語の言葉だそうです。カレーの本場であるインドのキーマカレーは鶏肉や羊肉を使って作られてるみたいです。このカレーは本場インドのコックさんが作られてるみたいです。またこのカレーの味はカレー専門店のカレーよりすごく美味しいカレーだと思います。画面を少し動かします。次はホットコーヒーです。コーヒーの発見には2つの大きな伝説があります。一つは6世紀のエチオピア起源説、もう一つは13世紀のアラビア起源説です。年代的には差はあるものの、どちらもオラの国が最初だと言わんばかりです。その一つ、エチオピア起源説によると、エチオピアのアビシニア高原で発見され、その後アラビア半島に運ばれました。そこで栽培されたコーヒーのことをアラビアから取ってアラビカ種と呼ばれ始めたと言われています。コーヒー豆の種類は主に2つあります。それはアラビカ種とロブスター種です。左がアラビカ種の豆、右がロブスター種の豆です。見た目の特徴として、アラビカ種は縦長で粒も大きくふっくらとしています。一方ロブスター種は小さくてコロンとした、全体的に丸っこい外観をしています。アラビカ種は酸味や香りに優れており、高品質なコーヒーとして人気があります。しかし栽培が難しく、病気や害虫に弱いという欠点もあります。ロブスター種は苦味やコクが強く、安価で大量生産されています。しかし品質や風味に劣るという評価もあります。一般的にはアラビカ種とロブスター種をブレンドしてバランスの良いコーヒーを作ることが多いみたいです。アラビカ種は世界で生産されるコーヒー豆の約 60%、 ロブスター種は世界で生産されるコーヒー豆の約 40% を占めています。ロブスター種はアラビカ種に次ぐ生産量です。焙煎度合いによってもコーヒーの味は変わってきます。浅煎りは酸味が強く、甘みやフルーティーさが感じられます。中煎りは酸味と苦味のバランスが良く、コーヒー本来の風味が楽しめます。深煎りは苦味やコクが強く、香ばしさや焦げ目の風味があります。コーヒーには香りや味だけでなく、健康や美容にも良い効果があると言われています。大まかな説明でしたが、食べるときに詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。大きなナンを4等分にカットしてある感じなので、両手でナンを引きちぎらなくても済みます。このカレーはバターキーマカレーみたいです。キーマカレーとはひき肉を使って作られるカレーのことです。このカレーは本場インドのコックさんが作られてるみたいです。またこのカレーの味はカレー専門店のカレーよりすごく美味しいカレーだと思います。このカレーは本場インドのコックさんが作られてるみたいです。またこのカレーの味はカレー専門店のカレーはただ辛いだけですが、カレー専門店のカレーより甘くてすごく美味しいカレーだと思います。このサラダのレタスのシャキシャキ感と甘くて美味しいドレッシングがかけてありますので、美味しいサラダです。
これは煎り卵です。スクランブルエッグじゃなくて煎り卵は珍しいですよね。しっかり水分を飛ばしてボロボロ状態になっています。これはスパゲッティだと思っていたら焼きそばでした。ピーマンと人参が入ってるカレー風味の焼きそばです。このフライドポテトをカレーにつけて食べたら美味しいフライドポテトになりました。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？今回はインドカレー専門店のモーニングでした。ドリンク代込みの450円でナンが4切れ、フライドポテト、スパゲッティ、サラダ、煎り卵、カレーの6品がついています。私はお値打ちモーニングだと思います。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。